シャモアは、哺乳ー,ーテ帝目牛かシャモア族に分類される、グーテ帝類。シャモア族の模式種。シャモアとも。体長110から130センチメートル。肩高70から85センチメートル。体重25から62キログラム。頭部から陰頭部にかけての体毛は白く、目から側頭部にかけて黒い筋模様が入る。オス、メスともに。 最大でも20センチメートルほどの先端が、針状になる黒く短い角を持つ。産地の草原や森林等に生息する。カキは、メスと、幼獣からなる。繁殖期は、オスも加わった15から30頭ほどの中規模な群れを形成し生活する。オスは、繁殖期になると、木の枝等に終戦をすりつけ、縄張りを主張する。植生は、植物食で、草、木の葉、 ワカメ等を食べる。繁殖形態は体制で1回に1頭の幼獣を生む。ドイツ語ではシャモアのことをギャムズと呼び、特にオスのことをガンズバックというが、英語ではこの語が間違って挙げられ、ゲムズバックという語はオリックス族の霊用の一種を意味するようになった。開発による生息地の減少や毛皮や食用の乱獲等により、 生息数は減少している。シャモアは1907年にオーストリア帝国皇帝、フランツヨーゼフ一世によってニュージーランドに送られた。はじめはクック山に放され、徐々に南東全域に広がっていった。現地ではしばしばチャミーと呼ばれる。ニュージーランドではシャモアの狩りは規制されておらず、ニュージーランド独自の生態系を守るために、 むしろ政府により奨励されている。ニュージーランドのシャモアはヨーロッパの同年齢のものよりも20%程度体重が少ないが、これは餌が限られているためだと考えられている。しかし、角の長さはヨーロッパの最大のものにも匹敵し得る。シャモアの肉は味が良いためジビエとして人気がある。また、背中から首にかけて生えている毛はアルプス地方の国で、 伝統的な帽子の飾りに使われている。ありがとうございます。